久々の赤服での、作業動画でございますけれども、1月14日からですね、一心寺では、冬の風物詩、勧業っていうね、今映ってますけど川ですね、川です、ね、完全にそういうなんか作られたものではなくて、もう川の中に冬入って、お経をあげてですね、修行をすると、そういった、ものがあるんですけれども、こちらね、体験修行もできますので、まあ、どなたでもあの条件を満たせばですね参加できるんですけれども、まあご覧の通り川なもんですから、やっぱり1年経つとですね、自然に戻ります。まあ戻る以上ですね、またね修行できるような、形にねしなきゃいけないということで、今日は、川のね掃除と、あとどうしてもやっぱりねこう草がどんどんこう伸びてきますので、この草もう刈ってるんですけど、まあ、これをねまあ燃やしたりとか、ちょっとね滝が見えませんから、まあ、滝見えるように綺麗にして、準備の進めていこうかなというふうに思っております。今ね川こうありますけどね、今これ川浅いですけどね、最終的には今日土のうも作って、土のうも積んで、川のね高さを上げて、まあ、人が疲れるような、まあ、高さになるような形まで、今日は持っていこうかなというふうに思っておりますので、 よしって言ってますけどね、よしっていうこの植物の、撤去というかなんていうかですね、はい、こんな感じ、見せてもらっていいですか、これ、ね、こんな感じで川の中に根を張るわけですよ。でこれがもう無数に川の中にですね埋まっていますので、これを一個ずつ取っていくという作業なんですよね。はい、というわけで、とりあえず今日の作業はこれで終わりです。まあ、そんなにやってなくて 3時間ぐらいですか、ね、作業的には。ね、ここから見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、大体こうね、川きれいに見えると思います。やる前はね、
もう草も、まあ草をね切る前の動画はもっとすごいと思うんですけど、それは多分撮ってないと思うんですけれども、綺麗になりました。滝がね、綺麗になりました。で川もね、ちょっとまあ掘り下げて、下わかりますかね、すごい綺麗に見えるね、川がね。あのやる前はこう、あっこみたいに黒く濁ってましたけれども、あぶ綺麗になりました。でまあ実際環境までは1月半ありますので、またあの年が明けたらですね、まあ清掃と最後の、締めをしてですね、あそこまた土のうとかも積んだりとかしてですね、やれるような状況を作ろうと思います。まあ、今日はとにかく寒いんで、寒いというかその寒くなる前にとりあえずね、土のう作ったりとか川掘ったりとか、やっぱあれ真冬すると死にますんで、はい、環境よりきつくなるきつくなるので、まあ、そうなる前に今日ね、あったかいうちにちょっとね作業やらせていただきました。まあ今日もね11月末とは思えないぐらい暖かかったので、そんなに寒い感じはしなかったので、まあ比較的スムーズに最後でいったと思います。でここでね、また長野さんとか刺身くんとかね、まあ今後もそうです、僕もそうですけど、ヤッポに使ってね、羽根心理を上げて修行するわけです。今のところね、体験修行の方は募集してますので、こちら YouTube のね概要の方から申し込みできます。ただね、もう多い日は多いです。まあ、あの締め切りが間近なところもありますので、特にやっぱ週末とかはかなり混みますので、早めにねやってみたいという方がいましたら、ぜひ、YouTube の、ね、概要欄の方に申し込みがありますので、そちらの方から申し込んでいただいて、一緒に1回ぐらいの、挑戦を、ね、してもらいたいと思います。だから僕が言うのなんですけれども、こういう状況をするのはおそらくそんなにもう長くないです。はい、まあ、やっぱり参加者のこともあるし、あの施設の老朽化もありますのでね、そんなに多分もう長いことできると思ってないです。はい、なので、まあ、やってみたいな方がいましたらね、まあ、早めに、みんなでね、和気あいあいとできるうちに、まあ、ぜひ来てもらえたらいいんじゃないかなと思っておりますので、またね、また後日、環境のね、まあ、細かい、紹介動画とか、それでもちょっと見せてもらおうかなと思ってますので、またその時見てもらえたらと思います。はい、じゃあ今日は、コモ君も、サシミン君もお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。皆さん、最後までご覧いただいてありがとうございました。どうかチャンネル登録をよろしくお願いいたしますね。チャンネル登録をしてくださらないと、私が調べたあなたの最大の弱点を世界中に広めちゃいますよ。